今回の動画は Windows 11でデスクトップ上に PC アイコンを表示させる方法をご紹介します。で、これは Windows 10でもそうですけども、この現在の、ね、Windows 11もですね、標準の状態だとこのデスクトップ上にはこのゴミ箱アイコンですね、こちらも、ね、表示されていると思うんですけども、それ以外のアイコンは表示されないようになっています。でこの状態で例えばですけども内蔵のですねドライブなんかにアクセスをしたいといった場合はこのエクスプローラーですねこちらを開くことによってこの内蔵のドライブとかにアクセスをすることができるんですけども以前の Windows の場合だとこのデスクトップ上にですねコンピューターとかマイコンピューターみたいなですねアイコンがあってそこをね開くことによって一発でドライブなんかにアクセスできるようになっていました。なのでこのデスクトップ上にですねアイコンを表示させてそこからですね内蔵ドライブなんかにアクセスをねしたいといった場合はですね設定を変えることによって現在の Windows 11でもこのデスクトップ上にですね PC というアイコンを表示させてそこからですねアクセスできるようにすることができます。それでは早速その設定方法ですけどもまずは Windows キーを押したままアルファベットの I を押してもらって設定の画面を開きます。で次にこの左側の個人用設定というところをクリックをしてください。はい、次にこの個人用設定の中のこのテーマという項目のところをクリックします。はい、でこのテーマのところね少し下に下がってもらうとこの関連設定というところにこのデスクトップアイコンの設定という項目がありますのでこちらをクリックします。はい、そうするとここですねこのデスクトップアイコンということでこれがですね標準だとゴミ箱のところにしかチェックがついてないと思うんですけども PC アイコンですね、以前で言うとコンピューターとかマイコンピューターみたいなアイコンを表示したいときはこのデスクトップアイコンのところのこのコンピューターというところですねこちらにチェックマークをつけます。これで OK ボタンの方をクリックをしてください。そうするとですねこういった形でですねデスクトップ上にこの PC というアイコンが表示されて、こちらをねダブルクリックで開くことによって一発でねこの内蔵ドライブとかにアクセスできるようになりました。はい、といったことで今回の動画では Windows 11でデスクトップ上に PC アイコンを表示させる方法をご紹介しましたけども以前から Windows パソコンを使っている方で、デスクトップ上にですねこういったねアイコンがあった方が使いやすいというふうな方はですねこちらの設定をしてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。